佐賀駅。佐賀駅は佐賀県佐賀市駅前中央一丁目にある九州旅客鉄道 JR 九州の駅である。佐賀県の県庁所在地佐賀市の代表駅である。特急列車を含む全列車が停車する。当駅は路線名称上としては長崎本線の単独駅であるが、長崎本線久保田駅を起点とする。 唐津線の列車がすべて当たり駅まで乗り入れており、長崎本線と唐津線の接続駅としての機能も持っている。なお、久保田駅には、長崎本線の特急列車は停車しないため、特急を介して、長崎本線非前山口駅方面と唐津線を乗り継ぐ際には一旦当駅まで行って乗り換える必要があるが、分岐駅通過の特例により、当駅で途中下車をしなければ乗り越し区間。 当駅久保田駅間の往復の運賃は不要である。1987年、昭和62年までは当駅を起点とする佐賀線が乗り入れていた。島式ホーム2面4線を有する一番乗り場の外側に木回し線がある、高架駅で高架下に駅舎、コンコースがある。なお、駅を真上から俯瞰した場合、駅の高架形状が北側が 直線的であるのに対し、南側が曲線的であるのは、将来的には北側に沿って、新幹線駅の併設と、新幹線高架線を考慮した名残である。また、一番乗り場のとスカートには切り込み線があるが、これは、佐賀線の列車が発着していた名残で、一部であるが、佐賀線の効果も残っている。ホームまでのエスカレーターエレベーターは整備されたが、ホームのかさ上げは、 唐津線のステップ付き汽車が入線するため行われなかった。これは普通電車の場合は20センチメートル弱の段差が生じるためである。2012年にはホームの鳥栖より半分の傘上げ工事が実施され、床も博多駅と似た、ンガ調のものになった。一方、以前山口よりは従来のまま工事は実施されず、唐津線の起動車の停車位置が 以前山口側に移動する形となっている。今までのように、ホーム中央に停車しなくなったので、乗車の際は注意が必要である。運転扱い上は、1番が木回し線、2番が1番乗り場、4番が2番乗り場、下り本線、5番が3番乗り場、6番が4番乗り場、上り本線となっており、3番は、かつての佐賀専用切りかきホーム、 線路はさ、積みで、欠番となっている。なお、旧、国鉄の高架新駅誕生当初の番号が、現在も使用されている。2011年、平成23年3月改正では、1番乗り場に、唐津線の最終上り列車として、西唐津駅から来た、キハ125系1両編成。3番乗り場に、博多駅からの最終特急。 カモメ105号として来た783系5両編成、日輪用車両の夜間大白が行われている。翌朝、1番乗り場の,のキハ百125系は、唐津線の下り始発列車として、西唐津駅へ、3番乗り場の,の783系は、博多駅行きの始発特急、カモメ100号として折り返す。また、長崎本線下り始発列車は、 唐津線の始発列車が発車後に一番乗り場に、比前山口駅から改装されてくる。校内には、駅町一丁目、旧デートスなどの商業施設や探し観光案内所などがある。駅町一丁目佐賀は、東館と西館に分かれており、2004年、平成16年に改装が行われた際、西館には、スーパーなどが入居したが、その後、 スポーツジムが一時期入っていたのを経て、現在は西ての大半はフリースペースとなっている。直営駅であり、緑の窓口、自動改札機が設置されている。自動改札機はこの先、長崎駅、諫早駅、佐世保駅、唐津駅のみ設置されており、西唐津駅と長崎県内の長崎駅、諫早駅を除いた、主区下利用可能駅には、簡易改札機が設置されている。 校内には JR 九州直営の旅行代理店である JR 九州旅行探し店もある。駅自動放送が導入されている。なお守護課に関しては2009年平成21年3月1日のサービス開始当初より導入されているが、当駅からは都市駅方面のみ利用可能である。当駅から唐津線の列車で直通可能な唐津駅、西唐津駅には 守護課が導入されているが、佐賀駅から津駅間は通過も含めて、守護課の利用は一切認められていない。また2012年、平成24年12月1日には、長崎地区の一部駅でも守護課が導入されたが、長崎エリアは当駅が属する北部九州エリアとは、独立しており相互利用は不可である。佐賀駅構内営業有限会社、新たまが販売している。ホーム上、 改札内には売店はなく、改札口を出た駅ビル内の店舗で販売されている。店舗にはカウンター席があり、その場での食事もできる。主な駅弁は、下記の通り。2017年、平成29年度の1日平均乗車人員は12,535人で、ある。JR 九州の駅としては10位で、長崎本線の駅、及び、 佐賀県内の駅の中では最も多い。鉄道を利用して福岡方面に行く客が多い。佐賀博多間の特急列車は西日本鉄道、西鉄が佐賀福岡間で運行する高速バス、若クス号に対して所要時間の面で優位に立っている。全体として、当駅での乗客の入れ替わりが大きく、特急列車の自由席に関しては当駅以制では、 空席が目立つことも多いが、当駅伊藤では立ち客が出ることもある。上り特急の当駅から博多駅までは、最後部車両を除いた普通車指定席の空いている席に、自由席特急券で乗車可能の特例が設けられていたが、2018年、平成30年3月16日をもって終了した。なお、当駅と長崎駅までの2枚切符は、設定されているが、 4枚切符は設定されていない。2枚切符は6060 60円で、福岡市内長崎間の4枚切符、1280円より1枚あたりの値段が高い。佐世保駅までに関しては当駅からは2枚切符、4枚切符のどちらも設定がない。佐賀市の中心市街地の北寄りに位置している。佐賀県庁、佐賀城、佐賀神社などへは南へ 2km の位置している。 駅の東隣にある佐賀駅バスセンターから各方面への一般路線バス、高速バスが発着する。駅の北側には佐賀駅北口バス停がある。なお、豊か交通が運行する夜行高速バス、豊かライナーは佐賀駅バスセンターの南向かいの駐車場の東側、佐賀県 JA 会館向かいにある同社独自の佐賀停留所より発着する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。